広川さんに対する感想とかそうですね、こんだけ我々がやってるんですから、す、ね、広川さんに対する感想を皆さんあったら、そうそう、僕の思う広川さんの一番の名刺はこれだみたいですね。いやもうここにですね、はいはいはい、今いただいたんですけれどももう時間がない、時間がない、あ、じゃあじゃあじゃあ、はい、じゃあ後ほどです、後ほどです。鷲崎たけしのニエッチ、午後はまもなく1時42分でございます。鷲崎たけしと、そして酔っ払ってんのか、酔っ払ってんのか、いや、なになに、シシミ祭りが急に終わって、そうそうそう、急に終わって時刻はして、パツパツあの子はパツパツ気がないのさ、ね、そんなことないやもう大好き、大好きだったの、大好きだったの、失恋じゃないやいやそんなに楽しくない、そんなに楽しくない、普通に大丈夫かい、大丈夫かい、大丈夫かい、シシミを歌ってるだけでこんなになるかい、上さんか、上さん、失礼しておりますそうだね、失礼しております、距離とか全くそうだよ、はい、1ヶ月後、1ヶ月後ね、さあメール紹介しよう、はい、ここはグリーンスタジアムさ、広川さんの話ということでいろいろと名言が思い出せるんですが、その中でも強烈だったのが鬼ヤンマの鼻くそというやつ、全く脈絡もない、かつ言葉自体に全く意味がない、その印象はあまりにも強烈ですなあ、言ってたよねさっき、なんだっけ、そうです、中華そば決まりきんどん栗かぼちゃどういう時に使うのよこれでもインベーダー作戦で、うん、ミスターブーのね、ミスターブーが、うん、インベーダー作戦、インベーダー作戦ね、そう、でで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 、で、はい、テレビ局の局長と、ブーが喋ってる時に、はい、なんかすごい、あの、なんでしょう、もう、どうしても商談を決めようみたいな時に、うん、こう、ブーが、なんかこう、弁舌鮮やかに、わーって喋って、わーって喋ってる時に出てきたんですけど、うんうん、なんだろう。そうです、中華そば。決まりきんとん、クリカブちゃん。多分、覚えられないよね、だって。よく覚えたね。そう、なんかあの、その同じ作品で、うん、あの、弟とブーが、こう、うんうん、屋上からロープでぶら下がるじゃないですか。うん、あの時も、こう、わぁ、助けて、父さん、母さん、き、あ、なんか、栗かぼちゃ、なんか、こう、きんぴらごぼう、とんびに油揚げ、どさくさ紛れに太一郎とか、なんかすごい、あの、後ろ向いて、うん、あの、顔が見えないところで、すごく喋ってて、もうアドリブってどこでもできるんだなって思いました。そうだね。そう、あの、入れていこうね。ねえ、でも、とんびに油揚げってどこで言えばいいんだろう。まあ、どこでって言ってもね。ねえ。広川さん、まあ、そうね。広川さんだって、なんか、そこ、でもすごい準備していかれる方だって。そうなんですよね。アフレコ台本にいっぱい書くっていう。うん、そうそうそう。で、人が書いたそういうのは読めない人だって言うと。自分で作ったそういうアドリブゼロフィーないと言えない人だったんだって。あ、なるほど、うん。本当にこう、職人的な、準備していく方だったんですね。ねいやー。有名無名なんだっけ？有名無名、チャーハンうめえドラゴンズ一人顔して頭持ち一点追加版ヘルニア2対0キーパー羽を弾き返した借金も早く返せよってこれがドラゴンズロードで軽妙な軽妙なやつそう送ってくださった方がいるんですけどそう思い出しましたよそうなんですよねそう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 ありがとうございますどっかで使おうねねえ何かで上坂さんしたらねもうこの業界でも知らない人がもう本当にね有名になりました有名無名チャーハン無名もう使いづらい使いづらいしインベーター作戦を踊っているし確かに使いにくい使いにくいやっぱ職人のね職人の技ですからね酒好きひげバナナさん、鷲崎さん、上坂さん、ニエチパップ。ニエチパップ。広川太一郎さん、最高ですね。おすすめ、私のおすすめ太一郎は、ヤングフランケンシュタインです。バニクー、ん？バニククーさんが最高です。あ、バニククーさんだ。俺、ヤングフランケンシュタインも持ってた気がすんな、家。え、これ見たことないです。バニククー。うわ、なんか、あ、違う、俺が持ってるのはヤングフランケンシュタインじゃない。ヤング、いっぱいあるんだよね。ヤングシャーロック・ホームズとか、ヤングアインシュタインとかその子ちょっと入ったんだよな。へぇー。わー、悔しいなー。見直す。いつだろう。気になりますね、これ。もうここまで来たらお互いちょっと広川さん好きを、どんどん押していきましょうよね。そうですよね。ねもっと DVD 集めなきゃそう、手に入るデータベース的なやつはちょっとどんどん手に入れましょうよ。ねえ。で、もう受け継いでいきましょうよ。保存協会作りましょう。保存協会を作りましょうか。ねえ。ねえ。サモハンさん、サモハンさんが来たよ。サモハンさん。大変サモハン、だって。七福星。なんでそれに限ったんだよ。いっぱいあるよ。
え、ヨール通秘伝、キラキ、名監督、お互い名監督でしたからね。そうですね。サモハンも。わしざきさん、すみません。こんばんは。こんばんは。久しぶりですが、私は広川さんの演じられてるシーンで一番好きなのはどんなラジオだよ。やはり以前話されていたアヒルの軽病床でのカニのシーンですね。あれを見たときはしばらく笑いすぎてお腹が痛くなりました。あのようなアドリブを瞬時にできる声優さんは本当に偉大だなぁと思いますね。ここがいいカニ。どうカニ。こっちもいいカニ。自分でやってると、こう、なんかもうどれが面白くて、どれが面白くないのか分かんなくなっちゃうんですよね。そうだよね。でもなんかその良さだよね。広川トランスっていうのを説明するんですよ。そうだね。あ、そう。広川トランスモードですよ。クラブイベント、ね、やっちゃう？もうなんか、うん、もうなんかこう、サンプリングして、ドド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 の、ずっとさ、繰り返しの中、広川さんの名言、そうそうそう。そうだね。ボブステップ広川太一郎みたいな。ヨットレースで、ヨットレースで、ヨットと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 、みたいなやつをさ、もうね、やっていこうよ。やっていこうよ。3時間ノンストップみたいな。そうだよね。いいですね。いいよ。で、ずっと映像を流してね。そうだよね。おー、これは夢が広がる。VJ がいっぱい。わー。ミスターブーの。ダンサーたちがいっぱい。インベーダーダンサーたちが。いっぱいあって、ね、そのサメの、口の、やつでこう、シャコシャコシャコンって。ソーセージでこう叩くやつ。ソーセージヌンチャクとこう、やるシーンとかを。パンパンってこうやるやつ、あれやろうよ。やりましょうよ。超楽しい。感じるテレビとかね。それミスターブのシーンだけどね。そうですね。広川太一郎ほぼ関係ない、そのシーン。お頭さん、わしざきさん、すみません、リーチパップ。リーチパップ。広川さんの名シーンですが。おぉ、どんどん来る。ミスターブーでどこだか忘れましたが、縦の途中であっち向いてホイをかましてからまたやり合う、これが好きでした。おぉ。ごめん、細かいとこ覚えてないです。もう見たの30年前でしょ。ありましたそんなの。あっち向いてホイ。これ、でもミスターブーの最初のやつですかね。無印かね。なんだろう、なんかこう、すごい犯人が部屋に入ってきて、なんかそれで二人で、あっち向いてホイみたいなやつで、こう、最終的に犯人を部屋から出してあげるみたいなシーンが、じゃんけんっぽいかななんだっけね、あった気がするでも。そこのあれもすごい面白くて、こう、なんか、さよなら三角、もう来ないで、丸とか言って、シーンが切り替わるんですけど、もう切り替わる寸前まで、もう喋ってるから、ああ、怖かったねみたいな。ダメだ、俺やっぱりこう、生活で使えそうなものしか覚えてないもんね。でも、さよなら三角、もう来ないで、丸はいいんじゃないですか。そうだね、さよなら三角。ゲストの送り出しに。そうだね、さよなら三角、もう来ないでって言っちゃうの、俺。ひどくないそれ。そうですね。う俺なんかぶら下がって、なんか、ビルの壁面にぶら下がってるシーンで、一難去って、これ何なんって言ってたのがすごい。すごい好きだったの。あれどこですかね。ねそうだそうだありましたよ。あもうちょっと買い直そう。そうライターあったら火ライターがあるじゃないですか。金庫のやつ。俺多分アマゾンでこのさ革命的プロデュース主義宣言を開いたら、はい、革命的プロデュース主義宣言あ同盟を買った人はこれも買っていますのところにミスターブ入ってると思うんだ今。そうです。マイケルホイ DVD ボックス。そうだねそうですね。そうですね。これを買ったらおすすめのところに。マイケルホイただけ。みんな、なってると思うよ。アヒルの警備保障とか入るから。そうだね。そうですね。みんながアヒルの、ねえ、なんか、アヒルの警備保障の話を説明なしでできるのっていいよね。まあ今は本当最低だけど。今説明なしで言ってるの我々は最低だけど。ラジオマンとして。何パーセント伝わってるのかわかりませんけど。でもこれはね、仕方がない。だって説明なんかできないんだもん。そうなんです。これ見ていただかないとわからないんですよね。そうなんですよ。ね。ただただ問題は、アルバムをリリースした人の告知の時期にこれをやってるってことですよね。あらあら、こんな時間ですか。そうなんですよね。えらいこっちゃ。